ました。皆様、建国記念の日、誠におめでとうございます。ただいまより第5回和の国日本建国記念の報酬機能を始めさせていただきます。私は司会進行役の森克義と申します。どうぞよろしくお願いいたします。和プロジェクト大使は書道をはじめ日本文化の紹介を通じて我が国の平和思想和の精神を国内外へ発信する平和活動を行っている任意団体です。この度はその一環として建国記念の日にあたる本日2月11日に全国の中心的な神宮にて奉祝祈祷を開催する運びとなりました。それでは初めに本プロジェクトの代表であります宮本達彦の代表挨拶を脇藤隆法様より代読させていただきます。よろしくお願いします。代表挨拶。建国記念の日、謹んでお祝い申し上げます。ところで皆様は我が国の建国精神をご存知でしょうか。例えばフランスの建国精神は国旗の色にも表されているように自由、平等、博愛です。アメリカの建国の精神は政務開拓や自由の女神に象徴されるように自由、平等、開拓精神です。それでは我が国の建国の精神は何でしょうか。2月11日は初代神武天皇が即位した日と言われています。神武天皇は即位前神山と岩れ彦の命と呼ばれていました。大和の国の神と呼ばれた男という意味です。ではなぜ神と呼ばれたのでしょうか。現在の宮崎を出発して奈良へと統制する中で兄の五瀬の命と共に各地で農業指導を行いそれを広めて回ったからだと言われています。その土地でより多くの実りを得られるよう万民が豊かになれるようにしたからです。不幸や戦争の元凶は貧しさです。そしてその大元は飢えです。神武天皇の建国の命のりは全ての民が飢えることなく豊かになりあたかも一軒の家に住む家族のように仲良く暮らすことを目指されました。つまりこれが我が国の建国の精神です。皇祖である天照大神が孫の右の命に稲穂を託し126代の金城陛下に至るまでお米を大切にされているのはその精神を表すものです。災害が起きた時に我先にと略奪に走るのではなく節度を持って分かち合う日本人の気質もこの精神が続いているからです。それを意識下に留めるのではなく高らかに誇りを持って祝うのが我が国の建国の記念の日です。コロナ禍収束まであと少しの辛抱です。建国の精神に従って互いに思いやりの気持ちを持ってこの国難を乗り切りましょう。本日建国の報祝とともにコロナ禍の収束と人々の心の平安を皆様と共にお祈りいただけますこと心より感謝申し上げます。令和4年2月11日和プロジェクト大使代表宮本達彦。それではこれより奉納祈祷をいたします。山中瑞陽先生をご紹介させていただきます。山中瑞陽先生は奈良県小牧市出身、京都立花大学卒業の後奈良教育大学大学院書道科修了され、2019年には第71回毎日書道展近代詩文書部毎日賞を受賞されております。現在は大阪の府立高等学校で常勤講師をされております。和プロジェクト大使の活動には2019年第3回世界平和の祈りから参加されて奈良県護国神社各安寺立花寺でも祈祷されております。それではただいまより山中瑞陽先生による奉納祈祷を開始いたします。神前で書家が書きます席上記号は今日書道パフォーマンスと呼ばれておりますが、日本独特の精神文化の一つといえます。
書家が大きな紙に心を決めた文言や願いの言葉をご覧いただいてます皆様方と一緒に祈りながら書き上げます。この度のテーマでもあります、我が国の癒やさかと世界の恒久平和、コロナ禍の収束を共にお祈りください。では山中先生、よろしくお願いします。
ました。それでは今から山中瑞陽先生により今書き上げていただきました書についてお話をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本日はお越しくださいましてありがとうございます。このような大舞台で披露させていただき、身に余る光栄です。ガシャラ神殿の伊藤様はじめご尽力して、くださった関係者の皆様としてワープロジェクト大使代表はじめ本日お手伝いをしてくださった皆様に、感謝申し上げます。本日書かせていただいた言葉は発光、この下の荷物発光を降りて衣類に潜むです。これは日本書紀に記された初代神武天皇の建国の御事のりの一節です。訳をすると天下万民が一つ屋根の下で家族として仲良く暮らすとなります。世界の恒久平和とともにこのコロナ禍が少しでも早く収束できるよう心からお祈りいたします。本日はありがとうございました。こんにちは、橿原神宮の、ご案内をしております、伊藤と申します。本日は皆様、ようこそお参りくださいました。実はですね、私山中先生には3回会ってるんですね。でその一番初めに会った時、私は忘れもしません。先生からですね、全然名刺なかったんですけども、校長先生みたいっていうふうに言われたんですよ。多分マスクして眼鏡かけてたんで、多分こうだったのかなと思うんですけども、まあ、校長先生のね、話は長いですけども、私の話は手短にさせていただきたいなというふうに思います。さっきですね、先生からお話ありましたけども、先生が書かれた文字ですね、発光いて家となさん、ここ神武天皇さん の神様のお言葉です。始まる前にもですね、宮本先生 の代読でもありましたので、大体の意味というのは皆様お分かりいただけたかなというふうに思います。ここの神様神武天皇さんというのはですね、もともと宮崎県にお住まいの方でした。それでですね、4兄弟の末っ子で、兄さんたちと、そして仲間と一緒にですね、協力をして、この大和橿原の地を目指されるわけでございます。ただですね、道中というのは、いろんな困難がありました。仲間をですね、失ったり、大切なお兄さんを失ったり、神武天皇さん、4兄弟で出発したんですけども、最後この橿原の地に来られたのは神武天皇さんだけだったんですね。いろんな苦労をなされたんです。ただですね、神武天皇さん、いろんな困難にもめげませんでした。仲間の助けがあり、そして、それでもダメだったときというのは、神様の助けがあって、この大和橿原の地にお越しになられたわけでございます。そしてですね、いろんな苦労を乗り越えられた神武天皇さんは、この、橿原の地で日本の国というのを建国されるわけでございます。神武天皇さんは、決して、一人で、日本の国を作られたわけではありません。多くの仲間たちの助けがあって、この大和橿原の地に来られ、そして、人間の力ではどうしようもないなと、思ったとき、そういったときには一生懸命頑張っている人というのは神様が力を授けてくださるわけです。そういったみんなの力をみんなの力をいただいて日本の国を作られた神武天皇さんは、これから日本の国というのはみんな家族のように仲良く過ごして力を合わせてより良い国を作っていこうと、そういう決断をされたわけでございます。だからただ単にこれは法一流、みんなが家族のように過ごすのがいいことだと、言葉で言ってしまうのは大変簡単なんですけども、その言葉を言われた神武天皇さんというのは、ご自身の体験をもとにして、みんなもこれから仲良くしていこうということをおっしゃられているのではないかなというふうに思っております。あともう一点ですね、実は山田先生、去年橿原神宮にこのような形で記号をなされる予定だったんですけども、まあ、コロナ禍ということもありまして実際にそれが叶いませんでした。で、そこでですね、一つ、これは去年ね、ご奉納いただいたんですけども、せっかくですからね、
去年はですね、先生、海に敷地で災い検出となっているということをですね、先生は答えておられます。今ね、先生の言葉でもありましたけども、またその通りかなと思います。ちなみに今皆さんがですね、おられるこの場所、これドマデンという場所なんですけども、もともとはですね、柏原神宮の拝殿でした。今はその下拝殿に立っている場所がにあったものですね。で、ここの木材というのはですね、台湾ヒノキというのを使っているんですよ。で、台湾ヒノキというのはですね、大体樹齢が2000年、3000年の、そういったヒノキなんですね。なんでそんなヒノキがですね、台湾にあったかということなんですけども、台湾というのは非常に環境が厳しいそうです。土壌はですね、硬くって、で、暑くって、植物が生きていく上では非常に厳しい環境だそうです。ただその厳しい環境を生き抜いた樹齢、2000年、3000年のヒノキというのは建物になっても2000年、3000年生きるそうなんですね。これも今の私たちの環境で生きるのかなというふうに思います。非常に今厳しい環境ですけども、この環境を乗り越えた時に私たちというのはまた一つ前へ進めるのではないかなというふうに、思っております。ちょっと簡単になりましたけども、以上で私の挨拶を終わらせていただきます。本日お越しいただきましてありがとうございました。長官は誠にありがとうございました。それでは以上をもちまして、この度の第5回 2.1 和の国日本建国記念の報告希望を終了させていただきます。本日は寒い中、たくさんの方にご参加いただきまして、ありがとうございました。よろしければ。